国立天文台三鷹キャンパス。国立天文台三鷹キャンパスは、東京都三鷹市にある、大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台の本部キャンパスである。キャンパス内には、日本天文学会の本部も設置されている。また、東京大学天文学教育研究センターは本、キャンパス内にあり、人的交流や研究協力などで、 深い関係があるが、別組織の研究機関である。1921年に建設され、1927年に、カールツイス社製の赤道儀が設置された。鉄筋コンクリート造りの2階建て、建築面積は50平方メートル。設計は、東京帝国大学営前科による。赤道忠氏は、口径20センチメートル。 焦点距離359センチメートル。現在の赤道儀システムとは異なり、速度調整機構付け重水式時計駆動という、方式で重力により、赤道儀内の重りが下に下がることを利用している。現在となっては、珍しい木製のドームである。1938年から61年間、太陽の黒点観測に利用された。 2002年2月に登録有形文化財に登録された。1926年に建設され、1929年に赤道忠が設置された。鉄筋コンクリート作りの2階建て、建築面積は238平方メートル。カールツイス社製の合計65センチメートルの屈折望遠鏡が設置されている。屈折式望遠鏡としては、日本最大光景。 第二次世界大戦中にはレンズを疎開させ、また、ドームは銀色から明細色へと塗り替えられた。焦点距離が 1021cm と長く、観測天体の高度により接眼部の高さが大きく変化するため、床全体がエレベーター式で昇降可能、昇降幅 360cm だったが、2000年に固定された。 観測としては主に構成の位置観測が行われたが、老朽化のため、土星の衛星の軌道解析用の観測を最後に運用停止、造船所の技術提供を受けて作られた珍しい木星のドームである。老朽化に伴い観測には用いられなくなったが、2001年に天文台歴史館としてパネル展示を行う施設となった。二0二年二月に登録有形文化財に、 登録された。50センチメートル河川ン式反射望遠鏡。三鷹光機により1995年に作られた。1996年4月運用開始。以来月に2度、一般向けの定例看望会を行っている。フィルターや冷却 CCD カメラも装備されており、太陽系内天体などの研究用にも使用。バリアフリー設計のため、誰でも看望できる。 1930年に建設された、鉄筋コンクリート造りの地上5階、地下1階建て、建築面積は331平方メートル。ドイツのベルリンにあるポツダム天文物理観測所のアインシュタイン島と同じ敵で建造されたため、アインシュタイン島とも呼称される。ドイツ連邦共和国のポツダムに存在した太陽望遠鏡の島行き。元々の目的は、 一般相対性理論から予見される重力効果を観測することだったが観測はできなかった。シロースタット構造の望遠鏡は二棟からなる。太陽黒点観測や太陽スペクトル観測などに成果を上げた。1968年に研究観測を終了し、2010年に外観のみ一般公開された。1998年7月に 登録有形文化財に登録された。1925年に建設され、レプソルドシゴギによって観測が行われていた。鉄筋コンクリート作りの平屋建て、建築面積は36平方メートル。有効口径135ミリのシゴギは1880年、明治13年、A レプソルドド藤宗ネ社、ドイツにより製作され、 当時麻布にあった海軍の天文台で使用されていた、東京大学東京天文台の発足に伴い、同天文台に遺憾。天文台は三鷹に移って1937年、昭和12年以降は、構成の位置観測を行い、その成果として、国内初の本格的な製氷である、三鷹王道大星、1949年、三鷹赤道帯製氷、 1962年を出版し、赤道帯の構成観測の完了によってその役目を終えている。4号際2011年に国の重要文化財に指定、建物は2014年4月に国の登録有形文化財に登録された。4号際1903年にフランスのピンオーチェ社により制作され、東京天文台が当時の約2万円。 現在の約4億円で購入、麻布で試験的に利用されていた。その後、天文台の移転に伴い1924年に死後間室が建設され、1926年三鷹に設置される。鉄筋コンクリート作りの平屋建て、建築面積は129平方メートル。観測時には屋根の中央が開く。移転のために梱包保管されていたため、 1923年の関東大震災の被害を免れた。震災で大破した合計1 4 3トルレックソルド死後艦を引き継ぐ形で自動光電死後艦の設置される1982年まで運された。1992年に CCD マイクロメーターを装備して再び活用され、2000年までクエーサー等備工天体の精密位置観測を 行った。有効口径は 20cm、焦点距離は 310cm、測定部には、眼視観測マイクロメータと CCD マイクロメータの両方を備えている。2014年4月に登録有形文化財に登録された。1982年に建設され、1984年から2000年まで観測に使用された。通称 PMC。 フォートアレクトリックメリジアンサークルの略。1998年まで定常観測を行っていたカールサイス社製受光部に光電子増媒管を使用しており、天体の位置を高精度で観測可能。四五感本体の姿勢は1、100秒角という高精度で保たれている。 有効口径は 190mm、焦点距離は 2576mm、観測波長は550ナノメートル、限界等級は12等。構成位置を0.1秒の精度で決定できる。精密な観測を目的としているため、四五間儀の南北に温度及び風向観測等を設置し、補正なども行える。2007年に自動光電子後間が、 一般公開され、2008年には建物自体を天文機器資料館として公開した。天文シミュレーションプロジェクトで使用される重力多体問題専用計算機、グレープと中小規模のシミュレーションを行う計算サーバが設置されている。1999年から観測運転を開始した1 300メートルのレーザー干渉計が設置されており、 世界有数の大型レーザー干渉計施設。岐阜県上岡町で建設中の大型低温重力波望遠鏡、ケイグラのための技術試験等に用いられている。赤外線変更観測により、太陽活動と磁場の関係を研究する目的で使用されている。また、太陽からの可視光線、再層からの Hα フ線、高級と再層の磁場のという3種類のデータを同時に、 取得ることができる。本キャンパスは総合研究大学院大学の研究教育施設であり、また敷地内には東京大学大学院理学系研究科付属天文学教育研究センターが同居している。他にも様々な大学院からの学生を特別共同利用研究員、受宅大学院生として受け入れている。三鷹キャンパスは 一部の施設について事前予約なしに見学が可能である。また、定期、または不定期に、キャンパス内の望遠鏡やデジタルシアターを用いた催しも行っている。国立天文台三鷹キャンパスには基駐車スペースがないため、バスなどの公共交通機関を利用するよう要請している。ただし、身体等に不自由などがあり、やむを得ない場合には、 自動車での来台も可能であり、入り口主営所にて別途対応が行われている。東京大学附属東京天文台の時代は、一般公開時に第一赤道儀室の天体望遠鏡を用いて天体観望会を行ってきた。特別公開や特別観望会などでは、大赤道儀室の天体望遠鏡を用いて夜間観望会などを実施したこともある。 国立天文台発足を記念して設置した50センチメートル社会教育用公開望遠鏡により1996年4月から一般を対象とした天体観望会が実施されている。第2土曜日の前日の金曜日及び第4土曜日の夜に開催され、主な観望対象は太陽系内の惑星やメシエ天体である。観望天体の解説の後、観望を行う。 聖天寺以外では解説のみ行われる。国立天文台三鷹キャンパスでは、ほぼ全域から、旧石器時代、縄文時代から、古墳時代、奈良時代、そして近世に至るまでの複合遺跡が発見されており、天文台構内遺跡と呼ばれている。また構内には、全国で4例しか発見されていない、上塩化校墳である、天文台構内古墳もある。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。